はい、どうも皆さん、こんにちは、クリちゃんマンです。今回ですね、なんとビッグバン、にゃんこ大戦争、宇宙編、いや、すべての役、まあ普通のノーマルステージすべてをクリアしました。今日をもって何月だ、5月27日をもってちょうどすべてをクリアしました。よし、すべて見よう。このエンディングをすべて見よう。こうして宇宙はニャンコ軍団によって完全に制圧されたみたいで、ニャンコ軍団によるミノクの世つ宇宙統治が今始まるのだって誰かが言ってたけど、結局みんなの生活が変わることは全くなかったみたい。変わったことといえば宇宙の星々が猫の形に瞬いて見えるようになったというのはボケだけかな。この前、ニャンコ軍団とエイリアンたちの新年会があって誘われて行ったんだけど、猫とエイリアンたちが前のめりになって遠隔操作やタイムトラベルとか小難しい話を延々と語り合っていたまではぼんやり覚えている。僕が起きた時には会場に一人きり。優しい彼らを起こさずと、本当にいいやつらだなって、僕の人望がそうさせちゃったのかな。あ、そうそう。さっきのにゃんこたちの一斉に暇つぶしに付き合ってくれてありがとう。あんなに楽しく遊んだも小学生以来かも。え、もちろん、本気は出してないよ。でも神様に勝ったっていうのは、誇りにしていいと思うんだ。だから早速、君たちの願いも叶えておく。でも一度きりだね。そんなわけで、おめでとう、にゃんこ大戦争。ありがとう、にゃんこ大戦争。にゃんこ大戦争よ。そして、伝説へ。The end. Thank you for playing.はい、クリアっていうことでね。いや、なんかね、まあね、ここまでね、みんなにゃんこ大戦争とか、普通のにゃんこ大戦争とかやってきましたけど、やっぱ嬉しいですね、普通に。おー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 、わお、ふん、ふい、えー、イエーイ。何をやる、次はもうレジェンドストーリーやってくれ。ありがとうございました。